古代リグリア語は、紀元前3世紀から紀元1世紀頃にかけて、現在のイタリア北西部、ジェノバ湾とアペニン山脈の間の地域で、使用されていた古代語である。非文史料は残っておらず、地名の他には古文献の引用をする、わずかな語彙のみが残る。その実態は、よくわかっていないが、インドヨーロッパ語族に属する、可能性が指摘されている。単に、リグリア語とも呼ぶが、 ロマンス書語に属するリグリア語とは異なる。古代リグリア人はかつては、ポーヘーゲンからエトルリアに至る広い地域に住み、あるいはラティウム、コルシカ島、シチリア島にも住んでいたかもしれない。地名が低く SC マイナスで終わるものは、リグリア語と関係づけられる。残存語や地名からは、インドヨーロッパ語族とも考えられるが、その場合は、音韻変化から、 イタリック語派にも、ケルト語派にも属さない。一方、考古学的には、インドヨーロッパ語族の侵入の痕跡が見られず、リグレア人は新石器時代からここに住んでいた人々の子孫と考えられ、従って非インドヨーロッパ語族とする説も存在する。あるいはインドヨーロッパ語族とそれ以前の非インドヨーロッパ語族のイベリア文化の混合体だろうとも言う。 いずれにしても資料が少なすぎて決定的なことは言えない。ありがとうございます。